こんにちは、マス46494です。今回は逆転オセロニアの今が2018年6月シーズンのランクマッチパート1的な動画ですね。現在今プラチナさんのところですね。で、神と魔族をちょくちょくやってて、あともうちょっとで100になりますね。でもこのシーズンで100になると思います。で、なった瞬間に一番上の今後のやつを上げていきたいかなと思っております。竜がラストですね。はい。で、まあ、基本的にバトルするときが、ストック報酬が現れたときにやっていこうかなっていうスタンスでやっていこうと思います。経験値がすごい手に入るのでいい感じなんですけど、あと、まあ、体力は、まあ、溢れてるので、まあ、問題なくやっております。はい、そんな感じですね。まあ、あと、ボックスに溢れ返っているキャラたちをちょっと吟味しつつ、あ、これ強いんじゃね？弱いんじゃね？みたいなのをちょっと確認しつつデッキを入れ替えたりとかしております。はい、そんな感じですね。まあ、とりあえず、神と魔族100にして、で、次に混合を上げていって、で、とりあえずがプラチナ、すげえ負け続けてるやんっていうところまでは、ランクは上げていこうかなと思います。まあ、プラチナランク以上にはまだ上がれないので、100以上にしないと4つとも。まあ、そこはちょくちょくやっていこうかなと思います。はい、ということで今回は逆転オセロニアのクラスマッチ2018-6シーズンパート1でした。よろしかったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。じゃあね。ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、音楽配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。